こんばんは。僕は今台湾にいます。台湾では今日運命の総統選挙が行われていまして、今目の前のテレビで開票速報を見ながら動画を作っているところです。日本の選挙だと出口調査などをもとにその当確ってすぐ出るじゃないですか。でも台湾そういうのがないので、まあ、テレビ見るしかないですよね。なのでそういった当確は出てないんですけども、これ現時点で、蔡英文氏が756万票で、韓国瑜氏がですね507万票と、もうこれ得票数だけで言えば2016年の総統選挙を超えてるんですよね。それでこれだけの差ですから、まあ、当選したという前提で今日は話を進めさせてください。本来は当選してから動画作った方がいいんですが、ちょっとこれ日本時間と1時間時差があるので、ちょっとなるべく早く作りたかったんで申し訳ない。まあ、そんなわけでね、蔡英文総統の2期目の当選を祝ってね、やっちゃいますか。台湾といったら台湾ビールですよね。僕もこのビールが大好きでですね、くぅ。それでは蔡英文総統の再選を祝って乾杯。うまい。今回は2期目を目指す蔡英文総統と高雄市長の韓国瑜さんのですね、この一騎打ち、事実上の一騎打ちになりました。台湾だけど韓国っていうさ、まあ、あの国関係ないんで、まあいいでしょう。立場的には民進党の蔡英文総統が、まあ、中国とはちょっと距離を取りたい派で、逆に国民党の菅氏は、まあ、そこまで距離をね、というか、まあ、近づいていくでしょうっていうことですよ。ビジネス面で考えると中国は有望な市場です。ですからそういうビジネス面に期待する人ってのは多いですよね。しかし中国は台湾の支配を目論んでいますから、警戒感というのも高いです。経済的に中国に依存していくことになれば、結果的にもう台湾乗っ取られてしまいますから、今回の総統選においては中国がね、ちょっと仕掛けすぎたんじゃないかなと思いますよ。台湾と国交を結んでいる国っていうのは主に、まあ、小国なんですけども、これですら今どんどん切られてるんですよね。中国が台湾と国交を結んでいる国に、まあ、圧力のようなものをかけてですね、まあ、どんどん切らせていると。そうして16年以降に7カ国さらに減っています。中国の習近平国家主席は台湾への武力攻撃、これも示唆していますよね。香港と同様に台湾も一国二制度の傘下に入れようということも構想しています。ただ一国二制度といえば、昨年香港でものすごい問題になりましたよね。年をまたいでまだまだデモは続いています。こうした香港の状況を見て、台湾の人たちっていうのもかなりの危機感を抱いているんですよ。今の台湾は自由で民主的な国です。何しろ、まあ、今日やってるように選挙があるんですよね。普通に香港は選挙を制限されていますし、中国は実質ないようなものです。自由な台湾が中国に支配されるようなことになれば、当然今謳歌している自由っていうのは制限されていくことになるでしょう。直近の話題で言えば、中国のスパイ問題なんていうのもありました。オーストラリアに亡命を求めた中国人男性が、自分は中国のスパイだったと明かしたんですね。これどこまで本当なのか分かりませんが、今回の総裁選では、まあ、菅候補を後押しすることも任務だったとしています。当然ちゃ当然ですけど、中国も菅氏もこれを否定しています。でもさ、この人の話が本当かどうか分かりませんけど、中国ならやるかもなって思っちゃいますよね。というか何らかの工作をしてない方がおかしいというか。年末には中国の介入を防ぐためにこういう法律も成立しています。台湾の立法院が31日、中国による選挙介入や内政干渉を防ぐための反新党法が可決成立した2020年1月11日に迫る総統選への介入を牽制する狙いで、立法院で過半数を握る対中強硬路線の与党民主進歩党が主導した対中融和路線の最大野党国民党は、民進党が総統選を睨んで中国の脅威を煽っていると反発している。同法は海外敵対勢力による台湾社会への浸透を防ぐことを目的に据える、敵対勢力から支持や委託資金援助を受けたり合法的な集会やデモを妨害したりした場合、5年以下の懲役や1000万台湾ドル以下の罰金などの刑罰が科される。いやー、いいですね。日本もこういう姿勢見習うべきじゃないでしょうか。蔡英文政権が成立以降、軍人公務員教員の年金制度改革や労働基本法の改正によって批判も多かったんですよ。そういうのもあって支持率ってこうなかなか上向かないというか落ちていた中で、何が大きかったのかっていうと、やっぱりさっきも触れた香港のデモでしょうね。やっぱり中国やべえじゃんという危機感から蔡英文総統への支持が
どんどん伸びていきました。ですから今回の総統選で、蔡総統が再選したっていうのは習近平のおかげかもしれませんね。そんなわけで今回危機感が強かったので、台湾の人って、国内だけじゃなくて世界中にいるわけじゃないですか。投票するためにその戸籍の場所まで戻ってきたといいます。というのも現在の台湾のその投票の制度っていうのは在外投票とかその期日前投票がないそうなんです。なので選挙当日に戸籍地の、その投票所まで足を運ぶ必要があるんですね。朝からテレビで投票所の様子を見ていたんですが、場所によっては結構な行列になっていましたよ。僕は昨日から台湾入りしているんですけど、蔡英文総統の最後の集会ですね、これを見てきました。単純に凄まじい人がもう溢れていてですね、もう驚きましたよ。ドローンで撮影された空からの写真とか映像もあるんですけど、これはね凄まじい数だと一発でわかりますし、主催者発表10倍の法則使わなくても実数ですごい。年代も老若男女幅広くいましたし、今の若い世代ほど中国への警戒感というかいうものが強いので、今回の選挙でも民進党だったりとか、蔡英文総統に投票したと。聴衆を見ていると香港から来たのかなという人もいましたね。そしてこの政治集会っていうのはもうね、なんだろう、フェスなんですよ。人が多すぎて会場にいるのにもうその本人が見えないというか。なのでいくつもの巨大モニターが用意されていました。現地の様子ちょっと映像でご覧いただきましょう。大家晚安、大家好。这次选举有股力量召唤我身后这群海外青年返乡投票，这股力量有人称它。昨日は夜7時頃からこの集会行われてたんですけど、なんとね3時間ぶっつけなんですね。日本ではちょっと考えられない光景というか、日本の選挙運動ってさ基本的にクソつまらないじゃないですか。だけど昨日のフェスっていうのはもう聴衆を巻き込んで盛り上がるようにそういう演出で作られているんですよね。蔡英文氏が登場したのはもう本当にねラストの方というか、もう最後の10分20分とかそういうレベルなんですけど大盛り上がりでした。ただ調べてみるとこの対抗馬の菅氏も大規模な集会を開いていて、こっちもねものすごい人数集まってるんですよね。この辺りの選挙の演出っていうのは日本も学んだ方がいいなと昨日強く思いました。演説してる時にうっすらこう後ろに BGM が流れていて、映画的、アメリカの映画で大統領が感動的な演説する時に背後に BGM 流れてるじゃないですか。あんな感じですよ。現実の話なんだけど映画かなって一瞬錯覚しました。ただこれって聴衆のノリが良くないとできないのかなと思うので、日本だと、どうでしょう。ともかくですね、今回蔡英文総統が再選して個人的にはすごい良かったなと考えています。国民党の菅氏が万が一総統になったら中国にすり寄っていくっていうのは目に見えていますからね。米中対立の狭間で台湾の重要性っていうのは上がっているわけですよ。アメリカも、背後からサポートする姿勢ですよね。トランプ政権になってからは台湾旅行法も成立しています。これでアメリカと台湾における政府高官の、その移動ですねに新しい道を開きました。今後蔡英文総統には2期目頑張っていただきたいなと思うんですけれども、政権が安定して運営できるかといえばそんなこともありません。今回は総統選だけではなくて日本でいう国会議員を選ぶ選挙も同時に行われているんです。
現状の開票速報を見てると立法院の方では若干民進党が議席を落とすのかなという情勢ですね。政党票でも民進党国民党なかなか拮抗した戦いになっていますよ。なんだかんだ国民党も根強い強さがあります。今回の菅国有さんだってさあまた増えて530万票取ってるわけですから、これはね油断していたら負けていたでしょうね。日本としても台湾への関与っていうのはしっかりやっていくべきです。台湾をもし中国に取られたらもうそれこそ安全保障的にもまずいですよ。幸いにしてですね台湾というのはまあ、どっかの国と違ってですね親日的なんですね。蔡英文総統ってツイッター見てると日本語のツイートをたびたびするじゃないですか。こういうとこにも親近感が湧きます。今後日台関係の、まあ、進展もですね期待しつつ、まあ、まずはですね蔡英文総統おめでとうございます。台湾は旅行をするのもいいですよね。これなんかおなじみですけど台湾総統府ね、元は日本統治時代に作られた台湾総督府なんですけども今も補修して使ってるっていうのがね、いやすごいわ。そんなわけでチャンネル登録もぜひお願いします。